けで、人混みで一番心配なのがさ、やっぱ喉でしょ。特に俺の場合、ある意味喉命みたいな部分も否めないから、だから渋谷のスクランブル交差点の薬局でマスク買おうと思ったんだよ、パパーっと。いや、みんなから離れるって言っても超一瞬の予定だったんだよ。で、実際パパーっと買ってきたんだけど、マスク装着みたいな感じで薬局出たら、君たち誰一人いないわけ、ははは、置いてかれたとか思ったんだけど、そんなわけないよね。みんな戦いに巻き込まれて仕方なく俺と離れちゃったんだよね。話まとめると、ルシファー相当強いんだね。ね、今お前と話したくないでやる。そっち側と思われたくないでやる。え、どういうことだよ。貴様が失った記憶、それが何だかわかるか。教えてやる。貴様は俺の母親を奪った。なわけない。あいつと会うの自体初めてだったんだから。でもあいつを見た時、なんで懐かしかった。じゃあ、うん、じゃあ明日は元気におパリをしたいね。じゃあね、また明日。ちょっとすっきりしたかな。オパリオ、ネムンパスでやんす。私もだよ。あんまり寝られなかった。あんな負け方悔しくてさ。アキラもか。オパリオ、おはようである。ゲ、どうしたの二人とも。全然眠れなかったんだよ。悔しかったもんね。いや、っていうより、なんか昨日の夜からゼヨゼヨうるさいんだよ。ほら、または。何それ、うざかわいくない。それ、いいとこゼロであるな。そういえば、お前が出てきた時もこんな感じだったよな。あ、なんだ、関係あんのかこれと。さあ、ピア。え、何これ。そっか、レン君は知らないんだよね。モンストで戦うと光るようになる。うん、新しいモンスターと出会う時が来たって合図なの。多分イザナミとかドゥームとかルシファーと戦って経験を積んだからこうなったんだと思う。へえ。よいしょ。何気にみんなと一緒に行動してるであるな。珍しいではないか。デリタンであるか。デリタンよである。で、新しいモンスターとの出会いの場所がここ。なんだよね。地下のモンストコロシアム。そう、行くのちょっと怖いよね。あんなことがあったばっかりだし。あれ、君たちお元気ですか。お、太陽君。俺はご機嫌なショッピングの帰り。君たちは？って指は光ってる。コロシアも行くんだな。よーし、俺も付き合うぜ。うざ元気であるな。いらっしゃい。ああ、なんだかすみません、こんなことになっちゃって。こちらはまだしばらく工事中なんですが、モンスター召喚システムは使えますんで。丸くなったであるな。というか全くの別人であるな。覚えてないんだな、きっと。では。これがね、新しい、その名もモンスター召喚システムビシ。新しいモンスターをゲットすることができるんだ。さあ、じゃあ私から行っちゃうよ。はあ、何が
かわいい。またウドちゃんだ。すごいである。モンスターはね、指輪を通じてプレイヤーを見てるとも言われてる。それで自分が選んで認めたプレイヤーの前に現れるって。そう考えたら運命の出会いだよね、プレイヤーとモンスターって。うん、これからよろしくね。行かせてもらう。アンハン、イエー、What's up, bro? おー、ジョン万次郎じゃん。調子はどうだい、ブラザーメガネ。ブラザーメガネはメガネにメガネ。おいらジョン万ライモにメガネ。すごいじゃないよ、そのダジャレ。なんなんてある。ありえない。じゃあ、次は私。ナポレオンか。すごい、全体的にステータスが高い上に神キラーまで持ってる。へえ。葵もミナミもこれからあいつらと強くなってくんだな。アキラは置いておいてであるな。俺も俺のモンスターともっと強くならなきゃ。ハルマに勝って記憶の謎を解いていくためにも。うん、そうであるな。オラ様とレンの最強タッグならどんなことでも乗り越え。オラ様は俺は絶対強くなる。だからさ、俺と一緒にモンストしてくれ。この世に生を売るはことをなすにあり。共に戦おうぜよ。あ、坂本龍馬だ、すっげー。火属性の中でも最強クラスのモンスターだ。あのゼオゼオはお前だったであるな。よろしくな、龍馬。まずはここ神の原で1位にならないとな。そういう展開だとしたら4人で神の原のトップ4を倒さなきゃいけないと思うんだけど。ん？トップ4今大変なことになってるらしい。Getting used to, I've got a feeling, nothing to say.